道の駅新潟ふるさと村は、新潟県新潟市西区山田にある国道8号、国道17号の道の駅である。1991年7月、当時の西神原郡、黒崎町大和山田地内の旧、新潟県運転免許試験場跡地に、新潟ふるさと村として開業した。新潟ふるさと村の名称は、施設の総称として、開業当初から使用しているが、 1993年4月22日付で、道の駅に登録する際の正式名称は、当時の町名から、道の駅、黒崎として登録した。その後2001年1月1日に、黒崎町が新潟市に編入合併されたことに伴い、施設の総称、新潟ふるさと村を、道の駅の正式名称として採用した。施設のテーマは、ふるさと、新潟再発見で、 新潟県を象徴する観光拠点施設として、観光、物産の振興を図るとともに、ふるさとに対する県民の意識を高め、地域活性化を一層推進させることを目的に、官民一体で整備された。開業時は、新潟のフードや観光情報を紹介する、有料展示施設、アピール館、物産販売施設、バザール館、 県下でもあるチューリップの花が年間を通じて見られる、温室、グリーンハウスと、ふるさと庭園、黒崎町の特産品を扱う、BE in 黒崎などで構成されていた。それまで山田に所在した、運転免許試験場は老朽化のため、1989年5月に、北貫原郡聖老町の新潟港、東港区内に所在する、県宇の工業立地を造成地へ移転した。 その当時、東港周辺は工業立地が進んでいなかったことから、県がそれを補完する形で移転計画を進めたもので、ふるさと村の整備事業は試験場移転後の跡地利用の一環として行われたものである。整備事業は1988年度から着手し、施設の運営管理を行う企業として、新潟県と当時の県内全市町村、 新潟交通や佐川急便など民間が出資する第三セクター株式会社新潟ふるさと村が設立された。しかしその後はバブル崩壊の影響で1992年には3セクが約4.6億円の累積赤字を計上するなど経営不振となりさらに同年発覚した東京佐川急便事件の捜査過程で3セクが 佐川急便側から無利子で10億円の融資を受けていたことも発覚した。このため、県は三区の経営再建策として、ふるさと村内のすべての土地、施設を買い受けて、県貸したほか、有料となっていた展示施設、アピール館の入館料を1994年度から無料化するなどの方策を進めた。これにより1994年2月から、 施設は新潟県が所有し、アピール館や、付帯施設は社団法人新潟県観光協会が県から管理業務を自宅し、物産館、バザール館は3席が県から使用許可を受けて運営を行う方式に変更された。アピール館、グリーンハウスは大規模な改装が行われ、1996年4月にリフレッシュオープンとなった。 1997年4月には、ふるさと庭園の中に、ふるさと越後の家、ふるさとの家、ふるさとお休み所がオープンした。駐車場ロータリー北側に位置する鉄筋2階建ての、洋館風の施設は、ふるさと村オープン以来テナントの出店と撤退が相次いでいた。1997年6月には、当時のチビールブームに合わせ、白熱紙の醸造機器メーカーが運営する。 新潟産チビール醸造所と直売所券、レストラン、メイプリップがオープンしたが、後のブーム沈静化などもあって、不採算となり、2001年8月をもって閉店した。その後もテナントの出店、撤退が続いたが、現在は新潟市の外郭団体が運営する、観光情報案内施設、ジノ旅ビ間ト館となっている。 展示施設、アピール館には2006年度から指定管理者制度が導入されており、同日から2007年度末までは、新潟県観光協会、翌2008年度以降は2期にわたり、新潟ふるさと村運営グループが指定管理者として運営管理が行われている。入り口物産販売施設、バザール館原則として、年中無休だが、新潟市観光情報館は大晦日 元日が定休となる。また施設点検の際には全館休館となる場合がある。ふるさと村裏手市道と堤防を挟んだ品濃川左岸河川敷に品濃川ウォーターシャトルが運行する水上バスの乗船場がある。ふるさと村とは歩道橋で連絡している。ありがとうございます。